将棋将棋の戦法振り飛車島飛車、明る竜島飛車、明る竜島飛車とは、将棋の戦法の一つ。大橋隆志公が体系的な研究を書籍で発表した戦法である。ノーマル島飛車の一種である。玉を身の囲いには囲わず、最初に大隅囲いに囲い、その後は状況に応じて天野、矢倉、土矢倉、右玉、地下鉄飛車。 金無双など様々な囲いへと発展させていくが、三八玉型の状態は維持し続けるのが明る竜島飛車である。なお、玉を三八以外に移動させて囲いを発展させる、差し方も有力であるが、それは明る竜島飛車のコンセプトとは異なる。なお、明る竜とは、大橋が自身の先方のいくつかに用いている造語であり、この先方の囲いの名称ではない。 例えば、相掛か,かりの出だしから後手目に九六歩と刺すひねり飛車を明る竜ひねり飛車というが、明る竜ひねり飛車では玉を素早く身の囲いに組むことができる点が主張となる。したがって、島飛車以外で三八玉型に囲ったとしても、それを明る竜飛車とは呼ばない。ノーマル島飛車で玉を大隅囲いに囲うという発想自体は古典将棋の最初期の寄付からすでに存在しており、 また、従来の現代将棋でも、採用例はあり、大橋の明る流島美車がこの形を最初に指したわけではない。しかし、大橋の書籍では、先手腕でも後手つでも、対急戦でも、対時急戦でも、ノーマル島美車で大隅囲いに構えた状態から、戦えることが、体系的に説明されている。このような研究を発表した、企画はそれまで出版されていなかったため、 機会にも影響を与えた。2021年4月、第48回将棋大賞が発表され、大橋隆子が明る竜島美車で、増田構造賞を受賞した。七二玉型は、美濃囲いと比較して、角筋を避けている点、橋攻めの際のカウンターに強い点などの利点がある。また、大隅囲いは進展性が非常に高い。明る竜島美車では、 上記の点を生かして、臨機応変に人形を発展させていく。丁寧な差し回しが要求され、一般的な振り飛車と比べるとやや、相飛車寄りの感覚で刺すことになる。ありがとうございます。